面白くなってきちゃって。ほんと早寝。だいたいいつも9時とかには寝ちゃうんで。言うな。つけてんのよ。すっぴんじゃダメだから。つけてるんです。でも、この格好はなんかこう強くできたり、なんか弱くできたりして、なんかこうすごい加工できるのと、ナチュラルに近いのがあるみたいだよ。さっき自分モネさんのインスタライブ見に行ってて、なんだっけ、ボクシング、キックボクシングめっちゃかっこよかったです。ストーンストーンっつって、あれ食らったらやばいなと思いました。試合の時つけてたオレンジリップ、なんだろう、 3C かな。なんかもうずっとこんなになんかただ喋ってるだけなのに、こんないっぱいの方に見てもらえちゃって、なんかすいません、ありがとうございます。今度蹴ってあげるね。ちょっとぜひ一回食らってみたいです。キックとパンチ両方お願いします。 いやー、なんか本当に恥ずかしくなってきちゃいました。なんかこんな早い時間にいろいろ見てもらって ただ喋ってるだけなのに、すいません、本当に。ネイルはですね、トミーにしたんで、反対の手はもう違います。 そうですね、 TikTok もあんま最近は投稿してないんですけどね。はい、寝転がってます。もうあと寝るだけなんで。 あんまりこうなんかだいぶ訳あってするわけじゃないので、もうすぐ終わろうと思うんですけど、大会のラウンド後、写真とかサインは基本的にダメになってて、こう何て言うんですか、プレゼントの受け渡しとかも今は禁止になってます。もうなんかほんとこんなライブで申し訳ないんですけど、なんかあんまり長くライブしないので、もうそろそろ切ろうと思います。じゃあ皆さん、またいつか気が向いたらまたライブしに行きます。バイバイ。